どうも、わがつくです。今回は落雁を作りながら木型の紹介をしていこうと思います。木型でもいろんな種類があって、いろんな用途に分かれています。なので、それの説明を交えて落雁の作り方を紹介していきます。それでは最後までお楽しみください。チャンネル登録、いいねをしていただけると嬉しく思います。それでは本編が始まります。どうぞ。僕が持っている和菓子の木型を紹介しようと思います。まあ、量にしてだいたいこれの倍以上僕は今持っているんですけれども、和菓子を作るときに結構必要な道具になってきます。ただ、もう今の時代では使えない大きさのものとかもあるので、使えるものはこれの5分の1ぐらいかなになります。そして、和菓子の木型っていうものは大きく分けたら2つに分類されます。1つが合わせ型という2枚で1つになっているもの、もう1つが羽子板型です。両方とも生菓子用、焼き菓子用、そして落雁用などといっていろいろ分類されているものです。昔は和菓子を量産するっていう時にこういった木型を使ったりしていました。ちなみに、この木型に使われている木材は桜の木材がよく使われています。これはなぜかというと、桜の木材に大きさの狂いっていうものが少ないので、合わせる時なのにズレが生じないように桜の木材を使われるっていうことが多いです。まあ、工芸品などはこういった桜の木材っていうものが使われることが多いみたいですね。まずは羽子板型の説明です。まあ、僕が持っているものは日本のものと、あと台湾で買ってきたものがあります。台湾も月餅などを使う時にこういった羽子板型っていうものを使います。羽子板型の由来なんですけども、こういうふうに羽子板、お正月にする羽子板の形から名前の由来が来ています。そして、まずはこれが台湾の木型ですね。これは本当に月餅の木型なので、月餅の形にかたどられた木型です。月餅の型が中国製と台湾製があるんですけれども、中国製よりも台湾製の方が彫りがちゃんとしていて綺麗なので、僕は台湾製の木型を台湾に旅行に行った時に購入しました。その台湾旅行も木型を購入するのをメインで行っていました。そして、もう一つの木型、これは焼き菓子を作る時に使われていた型です。この形、何か見覚えありませんか？というのも、スーパーで売っている栗まんじゅうとかは、この楕円形の形をしていると思います。そういったものを量産するときに、この木型を使って作っています。右のは丸い焼き菓子を量産するときに使っていた型ですね。そして次は合わせ型なんですけれども、今から紹介するものは、主に生菓子っていうものに使われている合わせ型になります。こういった竹のもの、これはもしかしたら落雁で使われていたものかもしれないんですけれども、とか、こういった渦巻き模様のものとか、あとこれ以外にも梅の形をしているもの、桜の形をしているものなどのものがあります。で、日本のものでも月餅っていうものは和菓子屋さんで製造している場所もあるので、こういった月餅の型になります。この月餅の型は台湾で購入したのではなくて、日本で売られていた月餅の型です。そして、これが落雁などに使っている型です。見ると分かる通り、昔の落雁ってすごい大きいので、こういった大きい型になっています。これ、鯛、エビ、梅、松ってあるんですけれども、これはほとんどお正月の時に使うものです。めでたいの鯛や、腰が曲がるまで長生きっていうものを願かけたエビ、あと松竹梅、こういった木型があります。そして、もう一個特殊なこういった型もあるんですけれども、これは基本的に模様をつけるものになっています。まあ、これ以外にも代表的なのは線筋っていう、もう線だけが入っているものがあったりとかするんですけれども、こういったものはだいたい両面折り込みがされているものです。そして、最後に特殊な型になるんですけれども、ちょっとこれは僕も何に使われていた型なのかわからないんですけれども、こういった合わせ型もあります。お米の生産が多い地域だったので、
そういった何か方策のものだったりするのかなと思うんですけれども、ちょっと僕もこれは自分でも使ってなかったのでちょっとわからないんですが、こういったものになります。木型の世界ってすごいいろんな種類いろんなものがあるので、こういった特殊なものっていうものがたまに出てきます。次はこの木型を使って落雁を作る様子を見せていきます。落雁に使われる砂糖っていうのは、まあ上白糖が多いと思います。それか一般にはあまり販売されてないんですけれども、粒子の細かいグラニュー糖っていうものを使う時もあります。僕が働いていた店はその店々によって上白糖を使うか、そういった粒子の細かいグラニュー糖を使うかというのは分かれていたので、多分それはお店の好みで分けていると思います。そして今入れた粉がみじんこという粉なんですけれども、それは何かって言ったら、お餅を色がつかないように白く焼いて、でそれを粉末にしたものです。こういった落雁っていうものはお餅の粉と砂糖でできていることが多いです。これを煎じと呼ばれる蜜で僕らは揉んで型に詰めていきます。この煎じは砂糖と水を1対1で作ったシロップになります。それで粘りを出して型にはめ込むと、こういった形のものができたりします。今回は白い砂糖だけでやったんですが、この砂糖を色を染めて使ったりとかして、いろんな色を出しているのが落雁です。落雁って何って言われたらちょっとわからないと思うんですけれども、イメージしやすいのはお盆に使われているお菓子です。お盆菓子で砂糖のお菓子をお供えするときに使うものなんですけれども、それをイメージしてもらうと分かりやすいかもしれません。こういったものを量産するときに木型っていうものが結構使われるので、興味があればメルカリとかヤフオクとかで調べてみるといろいろ出てくるので、見てみてもらうと面白いと思います。ちなみに値段はメルカリとかヤフオクとかだと中古でまだ一体4,000〜5,000円、状態のいいもので10,000円ぐらいであります。ただこれを新品で買おうと思った時の値段っていうものは大体2,000〜3,000からですね。この型を作る職人さんっていうのが全国に今 2,3人しかいない状態なので、どうしても値段がそれだけ上がっています。今回の木型のお話は以上になります。チャンネル登録高評価していただけると嬉しく思います。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。